これすげえ面白い。いや俺さ、うん、シュさん気づいてくれてさ、パッてやったと思ったもんね。俺ね、あの俺の中ではルンバッチって変化されちゃった。俺普通にさ、あのジュースとかなんかそういうの食うのかなって思うけど5文字だもん。え？ハイボール。ハイ、ハイだったら、うん、繋ぎやすかったなと思ったんですけど。まともにサイだよ。さっきのチップ買わなくね？ダメだよね。本当だ。あ、頼むぜペル。俺もうあれだよ、アマゾンで今ペン注文したよ。乗り気。いや、これ面白いわ。いや、基本、俺、ほら、絵描くの好きだからさ。お迷っておられますな。その、超特急の変化球はやめてくれよ。なんだ？え？これ何？これ何？大丈夫大丈夫、すぐわかる。あ、マジで？あー、わかったわかったわかった。あ、わかったわかった。うん。そのか、アプリの音出なくなった。え？え、わかってないの俺だけ？いや、ちょっと待って、文字が探せない。どうしようかな。どうしようかな、何しようかな。ねえ。ええ、ごん、あの、ちっちゃいのが抜けてんじゃないですか、たぶん。ああ、そういうことか。あ、なるほどね。いや、あの、ならセーフですよね。正確に言うと、伸ばすのがなくなってる。ああ。分かってないの、俺だけ。どうしようかな、どうしようかな。ね。いや、俺は別にペルの印はねえんだ。フィノン、チュートフィノンが分かっててくれればいいんだ。大丈夫です。パスしますんで。でも今思ったら俺の言っちゃダメだったわ。あ、ちょっと待って、これ、待って。ちょっと待って。あとね、あ、無理だ。無理だ。文字でさせてくれ。文字でさせてくれ。ちょっとね、思った以上にちゃんと書けなかった。わかんないんで、シンプルめにいきますね。うん。2文字でくんのか、3文字でくんのか。絶対俺の何で取られたんだこれ。うん、その文字で終わって2文字ってのがもうこれしか。なるほどね。OK。なんだこの後半の2文字縛りは。何言ってくる。あ、やべえ、何も出てこない、何も出てこない。え、あ、オッケー、点々ついてもいいんだよね。うんうん、あ、わかった。特徴的ですね。分かるのが腹立つ。コンビニ強盗ですよ。コンビニ強盗。え、ちょっとこのコンビ最後の文字難しいよ。え？どうしよう。あ、どうしよう。ペルの分かってるでしょ。分かる、分かるんだけど、それから始まる言葉が難しい。確かにそうですね。え、どうしよう。え、なんだこれ。どうしよう。ああ、どうしよう。どうしよう。まあ、どうしよう。すごい。すごい。これはもう禁断の技を使うしかない。
あんまりもう聞いたことないですか。文字書いとるやんけ。ごまきんだなぞ。ちょっと待って、なんで4文字なの。わかりました、あの、お前が分かっても大丈夫です。うん、でしょ。文字で全然わかんねえわ。なるほどね。ああ、分かった分かった。ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。ああ。うん。でもこれ二つ意味で取れるよ、多分。ああ、そっか、そっか。うん。どっちになるかだよ。ペルがどっちを取るか、どっちと取るか。そっか、そっか、そうだよな。しまったー。待って、なんだこれ。待って、どういうことだこれ。転倒してます。え、待ってね。わかった。なんだこれ。待って、なんだこれ。え、消した残り3秒消したなんだよこれ。なんだよこれ。あー、そっちの答えだったですね。なるほど。待って、俺の予想してるのと違うんだけど。ごめん、間違えた。マジかよ。じゃあ、まあ多分こうだろうなって言って。どうしよう。どうしよう、これ。毎回、中、悩む。ごめん、今回は俺が先輩、中が悩むかな。いや、どうだろう。俺も結構際どかったと思う、これは。いや、まあ、言ってしまえばね、あの、もう、1個目、2個目の時点で崩壊はしてるんだけど。いや、2個目だろ。1個目は崩壊してねえよ。俺1個目分かってねえもん、未だに。ええちょ、うん。なるほどね。分かった。ごめん、これ今分かった。今分かった。今分かった。どうしよう。え、ちゅうさん、ちゅうさん引き継ぎやってるよ。でしょ、引き継ぎやってるでしょ。引き継ぎやってる。引き継ぎやってるでしょ。ただね、これでやるしかねえか。文字数多い。え？うん？いや、いいね、このカオスな感じ、いいね。死ぬほどカオスだが。わかんないんで。あ、はい。あ、でも、大丈夫かもしれない、これ。ん？ああ、ちょっと、もう書けない。ん？あれ？どう違うな。打った。え？いや、ピロンちゃんがどうしたのだかも。うん。ああ、でも、家に繋がらないですね、これ難しくて。ああ、そうそう、なるほど。ああ、なるほどね。おお。これでもどっちと取れるな。どっちとも取れる答えが多いな。よくわかんない。そっちかー。ああ、そっちか。
イカズチ。スノーピークですか。今なぜなんか添い寝してるのかと思いました。添い寝、ね、俺は広い意味でゲーム機で捉えて気球にしたわ。俺もゲーム機で捉えた。あでも形的にスイッチだから、いやこれどっちだろうと。確かにね、スイッチっちゃスイッチなんだよ。なるほど。多分ね、あのね、いろんな分野の、例えばさっきの飲み物っていう分野のハイボールっていう固有名詞にしちゃうと、うん、多分ね、うん、本人しか気づけないと思うんだよね。なるほどね。多分ジュースとかジュースとかさ、だってほらさっきのこのフィノの貝も、うん、まあ2文字だったから貝だったけど、うん、一本間違ったらホタテだからね。確かに。惜しいね。俺このペルのこの椅子に関しては虫かと思った。あれあれあれ椅子じゃなくて、ね、あのなんかナマコ的な何かかと思いましたよ。面白い。ちゃんと石描きたかったんだけどね。あれ石を描くってのはなかなか辛い。うん、そう、うん、だから どうしようと思って。長さんもう一回貼ってもらっていいですか。いいっすね、これ面白いっすな。みんな抜けちゃった。同じルーム出てできなかったんだよさっき。